か？天馬博士はおいでかね、坊ちゃん。うん、いますけど。私の名はスカンクというんだ。それで？博士、あなたは世界最高のロボット工学の権威だ。だが今日も失敗しましたな。完全な人間並みの心を持ったロボットを作ろうとして、これで4度も失敗。科学省長官の面目丸つぶれじゃありませんか。これはオメガ因子という回路です。これをロボットの電子頭脳に組み込めば、その心は人間並みになります。お望み通り完全に人間と同じにな。そんなガラクタを使う気はない。せっかくの申し出だが持って帰っていただこう。いいんですか博士、使わないとご損ですよ。こいつの力をご存じないんだ、あなたは。もうたくさんだ、さっさと帰ってくれ。お前の親父さんは大バカマンだ。守備はどうだスカンク。この通り。それこそ世界一のアンドロイドができるわけだ。今度こそわしは作り上げてやるぞ。わしの夢、人間とそっくり同じ完全なロボットだ。見よ、プリンスの誕生だ。ただし教育はこの男がやる、忘れるな。いるんだ。あれをやってこい、わかるな。バカ野郎、積み荷まで燃やしちまうやつがあるか。金目のものを先に奪ってから始末するんだ。何度も教えておいたのにこのとんちきめ。いいかアトラス、これを見ろ。これは金といって世の中で一番大事なもんだ。これさえあれば何でもできる。お前を一人前の悪党に仕立ててやろうというのはな、このお宝を奪うのが目的なんだ。次の訓練、今度はあのスーパーマーケットを襲うんだ。中にはごっそり金がある。そいつをありったけかっさらってこい。このボンクラ、これはお前レシートじゃねえか。てめえは金とレシートの見分けもつかねえのか、トンチキめ。今日はこれまでだ。もうちょっと身を入れて勉強しろい。ウイスキーだ。はい、ご主人様。アトラスにオメガ因子を入れて、あれで人間並みのロボットってわけですかい。ヘマばっかりしやがって。オメガ因子なんてクソくらいだ。わしの発明したオメガ因子にケチをつけるつもりかね、スカンク。男爵、お前さんはあれを入れれば人間と全く同じ心を持ったロボットができると言いなすったぞ。いい加減なもんだな。物事をしくじる、それも人間並みの証拠だ。生き物や人間を襲ったり殺したりする、そいつもロボットにはできないことだ。それがオメガ因子の効果だ。分かったか。焦らんでも今に恐ろしいほど人間に似てくる。特にお前にな。この野郎、こんなところにいやがった。駒使いロボットなどに無駄なエネルギー使うな。仕事だ。もう一度繰り返す。トリトニック号という船の船底に時価5000万ドルの金塊が積まれている。その船を俺が沈める。沈んだ船へ潜り込んで、その金塊を持ち出すのがお前の役目だ。船は今この海流の中だ。上流の氷山を爆破すれば勝手に流れていって船を沈めてくれる寸法だ。アトラスめ、変になりやがった。なんてやつだよ、こっちまでやられちゃかなわねえ。あばよアトラス。クソ、あ
と一歩のところで国宝級の宝石がいただけたっていうのに、もう急げ。ガッテンディ。クソもしつこい奴らだ。よいしょ。ボス、いまいましデカめ。なんだ。なんだありゃ。やばい、俺たちも逃げるんで。早くしろ。お前が本当にあのアトラスだって？全知全能をかけての変身だ。分からなくても当たり前だ。お前がね。ボス、本当に信用してもいいんですかい？お望みなら奴らと同じにしてやってもいい。分かった。本当にアトラスなんだよ、お前はな。待てよ、アトラス、どこ行く気で？行くあてあるのかい？さあな、こいつに聞いてくれ。決まった、一緒に来い、俺が面倒見てやるよ。おい、急ぐんだ。面白くなってきやがった。まずは小手調べにあの金貸しボックス破ってみな。なんだと？俺をバカにするのか？へへへへ、いや、そういうのテストだよ、テスト。ごめんだな。おい、アトラス。いや、待ってくれ、俺が悪かって。もっとでっけえとこ連れてくからよ。な、気分直してくれよ。いいぞ、アトラス。次は宝石屋だ。おい、ミラ、金だ、金持ちだよ。ミラよ、おい、これだけあれ当分遊んで暮らせるぜ。だけどあいつ薄気味悪くねえですかい？気をつけた方がいいですぜ、ボス。アトラスか？なに、手口は少し荒っぽいが、昔のあいつに比べりゃ月とすっぽんよな、アトラス。あいつどこ行ったんだ？やろう。どこ行くんだ、アトラス。お前の仕事はくだらん、手を切るぜ。なんだと。それ、待ちやがれ。くそ、勝手な真似させねえぞ。おい、車だ。逃がさんぞ、帰ってこい。うるさい奴らだ。バカ野郎。行かれちまってダメでさ。近くに修理工場でもあるといいんでゲスがね。ボス、精密機械局だ。おあつらい向きですぜ。
ここなら部品ぐらいなんとかなりそうですぜ。ここで働いてんのはロボットばかりだ。見つかったところで俺たち人間には乱暴はできねえ。せっかく来たんだ、他に金目のものがねえかどうか見ていこうぜ。すげえ、完成したらすげえ力でしょうな、ボス。見ろ動いちゃいかん。逃げましょう。わかる、見物していこう。なんとしてもフランクを探して俺たちの仕事に引き入れるんだ。あんな化け物が本当に言うこと聞くんですかね。いいか、出来たてのロボットは人間でいい赤ん坊と同じなんだ。だから最初に口を聞いた人間の言うことを信じるのさ。いいか、急げ。バカ野郎、気をつけろこの野郎。ボスです。すげえ、こいつは掘り出し物だ。ボスお前れ、フランケ、よく聞け。俺はスカンク。いいか、お前の主人だ。わかるか、俺はお前の主人だ。フランキン、ね、ロボットたちが片っ端からガス欠で援護しちゃったでガスが。ますます仕事がやりやすい。願ってもねえ話よ。それもこれもみんな可愛いフランケンのおかげ。ご注文のロダンの彫刻を届けに参りやした。遅いよ君、約束より3日も過ぎとるじゃないか。申し訳ありません、本当に。わしは君、胃腸炎が不意になるかと思っとった。しかし素晴らしい作品じゃな。いいいい、さようで。これで我が渋学美術館も一段と箔がつくというものだ。ロダンだか石段だか知らねえけどさ、パパ、前にも偽物買わされたろ。1億円の価値がわからんとはお前もしょうがないやつだの。フランケン、フランケン、どうしたんだよフランケン。スカンク、てめえたちだったのか。どうすりゃいい。スカンクだ。待てー、この白い惑星号をぶっ壊せばいいんですね、ボス。さあよ、なんとしてでも奴の6連勝を阻むんだ、キール。今年こそ赤道レースを我々の手でブラックデビルに勝たせるんだ。わかりましたぜ、ボス。今夜のうちに片付けときましょう。今年はブラックデビルの優勝間違いなしですぜ。切る。はい、ボス。白い惑星号が今どこにいるか知ってるな。ボス、俺にはどういうことなのかさっぱり。確かにぶっ壊したのに。よし、作戦変更だ。
いいか、白い惑星号だけは徹底的にマークしろ。わかりました。俺たちのやることを放送されちゃまずいからな。さすがブース。よし、次の作戦に移るんだ。急げ。いいさ。そろそろブラックデビルたちが見える頃だ。あ、ブース来ましたぜ。よし、いいぞブラックデビル、そのまま頑張れよ。白い惑星はぶっ壊してやるからな。ブース、見つかったらヤバいですぜ。まあそうだな、よし潜水しろ。あ、嘘だ。いいか、みんな、白い惑星号が来たら目の前へ浮上して攻撃をかける。戦闘準備。えい、来た来た。さあ浮上よ。い、浮上して白い惑星号ぶっ壊せ。えい、バス。バカ者、浮上よいと言ったんだよ。こら、誰が潜水しろと言った。これから浮上するんだ、沈むな。こら、俺たち何にもしてませんで。今なんか上を通ったぜ。うん、俺も確かに。こら、危ないじゃないか。ほら、お前。ボス、大変だ。メカダコがバラバラになってしまいました。おー、ノー。くぅ、もう許せん。次の作戦だ、次の。ヒールのやつだらしない。例のやつ行け。おい、今まで邪魔していたのはあともお前だったのか。あとも邪魔するのもこれまでだ。くらい。あとも、めえ、覚えてろよ。お、スカンクの野郎がいる。こいつは面白い。ひょっとするとこいつを使ってあともやっつけられるかもしれん。さあ、ただいま3000万の値がつきました。5000万だ。1億だい。8億で買ったぞ。よし、この首は俺様がもらった。ただより安いものはねえ。よっ。おめえがダムダムか。なるほど、馬力のありそうな体してるぜ。おっと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 、俺たちはおめえさんを捕まえに来たんじゃねえ。いい話持ってきたんだぜ。俺たちはおめえさんの首を返してやろうってんだよ。何？私の首を？それにはちょっとした交換条件があるのよ。バカ野郎！山で押しつぶしたくらいで後もやっつけたつもりかよ。ダメなんで？にゃん！当たり前だよ。あとま10万馬力なんだぞ。生き埋めぐらいでくたばると思うか？うわーく！貴様、ひげおやじ、またのの名探偵番俊作、久しぶりじゃないですか。飛んで火にいる夏の虫だ。いやちょい。お、あとこれでも浴びて思い知れ。その銀座怪事件とそっくりなところから、警察では電光人間を使ったスカンク一家の仕業とみて行方を捜査しています。ああ、こちらヒゲ。うわっ、その我がよスカンク、つい先週捕まえたのに。その辺のちっぴらギャングと一緒にされちゃ困るぜ。出ようと思えばいつでも出られる。早速だが、挨拶代わりに銀座で初仕事させてもらったぜ。電光人間と一緒に。うわ、電光人間と一緒にだと。そうだ、チャンスだ。あいつは役に立つやつだ。何しろ姿が見えないときてる。まるで魔法使いみてえだよ。落ち着け、落ち着けと。何を気取ってんだスカンク。今日の新宿の事件だってどうせお前の仕業じゃないくせに。よ、昔からお前は大嘘つきだからな。電光を盗んだってのも嘘だろ。お前がやったって証拠は何もないぞ。
俺の言うこと信用しねえのか。当たり前だ。お前の言うことなんか誰が信用するかよ。さあ、それなら証拠を見せてやるぞ。証拠をな、午後6時中央公園に来な。お前さん一人だけだぞ。約束できるな。いいな、一人だけだぞ。わかった。ギャッハー、やったやった。ボス、そんなことしていいんですか。バッキー野郎、あんなヒゲオヤジなんかにバカにされて黙っていられるか。いいか、よく聞け。やつをとっ捕まえてたっぷりお仕置きをしてやるのさ。借りたものは年内に返す。それが俺の流儀だ。来たぞ。めは？バカめ、逆さまだよ。なるほど、それが電光だな。よく連れてきたね。おっと、触るなよ。見つけたぞ、スカンク。あ、逃がさないぞ、アトム。くそ、やめろ。やめるんだ、アトム。やめません、スカンクを捕まえるんだ、この野郎。おお、約束を破ったな、ヒゲ親父。違う、これにはいろいろと。へ、今さら弁解しても無駄だよ。電光、服を脱いでやっつけろ。お、待て、スカンク。うわあ。これでヒゲも第一巻の終わりってわけだ。ここがやつの家だ。これを置いてくるんだ、電光。なんとか答えろ。いけいけいけ。電光、どこ行った。電光、こら、お化けだ、助けてくれ。なんだ、電光じゃねえか。さ、どこをつけ歩いてたんだい。ん、スプレーだな。ヒゲ親父という人がかけたの。なに、やつが、ちくしょう、ヒゲ親父め。ボス、ダメでさ、ちょっとや外じゃ取れやせんや、これ。このバカ、役立たず。ああ、ちゃ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 、ああ、ああ、ああ。チェ、電光もこれまでか。足がめっちゃ使い物ならねえ。おい、この時限爆弾をヒゲ親父のところに持っていくんだ。俺から奴へのクリスマスプレゼントだと言ってな。いい音。僕これ欲しい。何？人にやるの嫌。ふざけんな。黙って持っていくんだよ。午前0時には爆発する。乾杯だ。乾杯。あと、よっしゃ、それ。うわ、やばいな。待て。振り押さえろ。はどこだ、スカンク。あいつは死神になっちまったぜ。そら一体どういう意味だ。午前0時が楽しみだ。連れてきたか、早く乗れよ。どこへ連れて行くんだよ。撃てるものなら撃ってみろよ。何？ただし、これを見てからだ。けこれでも撃てるかい。そこにちっとばかり用があるのさ。入り口開けてもらおうか。
おっと、まだお前の用事は済んじゃいないんだ。こんなことをしてどうしようというのだ。なに、間もなくやってくる輸送船カロリナ3号をちょいと他のところへ誘導してもらえやいいのさ。なんだって、カロリナ3号。そうよ、あいつになプラジウムがたんまり積んである。あれだけのプラジウムがまとめて手に入りゃ大儲けってわけよ。そんなこと死んだってできるもんか。ここにいるロビタたちは私の命令しか聞かんぞ。殺せるものなら殺せ。お父さん、目が見えない。次はおめえの息子だ。今度は手加減しないぜ。それだけはやめてくれ。それじゃ言うことを聞きな。カロリナ3号、管制空域に入ってきました。どうすればいい。聞き分けがいいな。カロリナ3号を第3退避ポイントに誘導しろ。よくやった、よくやった。こうなりゃロボットどもは必要ねえ。ぶっ壊せ。こいつらどうします。まだ待て、いざって時は人質に取れる。それじゃ俺はカロリナ3号の方へ行く。おめえらよく見張ってろよ。動くな。お、海賊だ。うわ、貴様たちは一体。こんなことをしてただで済むと思ってるのか。お、なんだ今の音は。それ。アトム。くそ、もうちょっとのところで。アトムめ、覚えてろ。誰だ。先生、あっしのアトム風船のアイディアは予想通りの効果でしょうが。スカンク、お前どっから入ったんだ。神出鬼没がこのスカンク様のキャッチフレーズなんでね。まあ、そつれなくしなさんなよ先生。あっしの言う通りことが運んでアトムも始末できたんでしょうが。え、先生。これでバカな奴ら相当ロボット嫌いになってるはずですぜ。ロボット嫌いって言いやよ、先生はどうしてそうロボットを毛嫌いなさるんですかね。知りたいか、スカンク。恨みだよ、恨み。恨み。若い頃私はまだ行員だった頃だ。私の職場には次々とロボットが採用され、その度に私は次々と職場を追われた。もう先生の当選は確実って噂ですぜ。けど、あんたは議員先生、あっしは相変わらずお尋ね者。これじゃあんまり割が合いませんぜ。そうでしょうが、先生。だから1億もの礼をすると言ってるじゃないか。その1億ですがね、毎年1億ということでどうです。なんだって、そんな無茶な。先生、面白いものを見せましょうか。こりゃ今度はこれを打ち上げてみましょうか。もちろん爆弾付きでね。アトムよく来たな。その声はスカンク。覚えていてくれたったら嬉しいね。それじゃあ俺にお前の友達を紹介するぜ。お前がいるとこれからやる仕事の邪魔になるんだよ。お前にはそこがお似合いだよ、アトムちゃん。スカンク、お前か。先生、まずはご当選おめでとうございます。何の用だ。いえ、大した用事じゃないんで、あしも先生の当選祝いにあやからしてもらおうと思いやしてね。今夜当本部の大金庫をちょいと開けといてもらえませんかね。約束の金はこの間払ったばっかりじゃないか。あれはあれですね先生。そうそう、あしからの当選祝いのだるま受け取っていただけやしたか。あれも膨らまして飛ばしたら面白いですぜ。
野郎ども、予定通りだ。すぐに出発しろ。えい、ああ、言うんだ。顧問たちはどこへ行った？何のことだよ。ああ、言うよ言うよ言うよ。大福の東方部の銀行室。東方部だって？行ってみてのお楽しみだぜ、アトム。Promise you your little bonus, and I'll keep my promise. One mistake, Newberg. My bonus won't be little, it's gonna be enormous. You'll get what I promised, scum, and not a penny more. Oh, yeah? You think so? I'll show you something to change your mind. A few members of your gang seem to be missing. Where did they go, Slippery? Fat chance I'll tell you that. Oh, no, no. They went to collect my bonus at the mayor's office. Thanks for the information. Yeah! By tomorrow, I'll be able to bounce him like a ball. Now he's too sticky.